どうもこんにちは、ゲームデイズの太郎です。ツム捨てのパート2、続きやっていきましょう。前回はツムまた来ちゃったねみたいな感じでスタートして、自分とそっくりなツムが現れたね、一行はお世話をすることになったというところで終わりましたね。これからは交流パートを見ていきたいと思います。ユースツムとの交流いきましょう。デュースからか。デュース仲良くすんのかな。喧嘩すんなよお前。メインストリート、なんかワンパクなんだけど。はあ、はあ、そっち行ったぞ。今だ。なんかグリムを捕まえてるとき思い出すんだけど。オガマ？ようやく捕まえた。まったく、いきなり寮から脱走するなんてどういうつもりだ？ヤンキーの血が騒いだか。どうなんだ？暴れようとするな。絶対に話さないからな。ああ、疲れた。寮長にツムの捕獲を手伝うように命令されてなかったら、絶対に途中で抜けてたわ。まったく、手間かけさせやがって。なんでもない日のパーティーの準備もあるっつうのに、それめっちゃ忙しいじゃん。口を開けば文句ばかりだな。別にお前の助けなんかなくても、ツムぐらい一人で捕まえられる。お前喧嘩すんな。大変だったんじゃないの？ツムは何をする？ふっ、お前らマジでそっくりじゃん。散々人を振り回しておいて、憎たらしい顔してるとことか特に。人を手のかかる子供みたいに言うな。はいはい、朝っぱらから走って腹減った。食堂行って軽くなんか食おうぜ。そうだな。ツム、食堂ではおとなしくしてろよ。懐いてる？大食堂。これなんかさ、授業の合間とかでさ、食堂行ったりできんのかな？まだ午前中だけど、意外と混んでるんだな。あれはマジフト部の生徒か？ああ、ほんとだ。朝練終わりじゃね？あ、授業始まる前か。おい見ろよ、あいつ。もしかしてツムってやつか？こんなムキムキの男たちがツムを可愛がる姿をちょっと見たいんだけど。噂になってるあれか。ブブ、間抜け面があのスペードのスートをつけたやつとそっくりだな。何？喧嘩売られてんぞ。暇な奴らにいちいち反応すんなって。これ以上面倒ごと増やすなよ。わ、わかってる。間抜け面っていうのがちょっと引っかかっただけだ。騒ぎを起こしたら、寮長に首をはねられるんだぞ。さすがに僕もそこまでバカじゃない。おいどけ。ここはいつも俺たちが使ってる席なんだよ。お前らにはまだ朝も早いだろ。ツムと一緒に隅っこでおねんねしてたらどうだ？ははは、これ喧嘩売られてんぞ。くっ、おとなしくしていれば好き勝手言って、僕たちがどの席で食べようが自由だろ。ぷくー、お前何しようとしてる？ん？なんかツムがどんどんでかくなっていってね。これめっちゃでかくない？さっきまでお前の肩に乗ってたよな。マジででかいじゃん。あ、おいツム、どこ行くんだ。うお、なんだツム、どうした。どうさ。お、ツム、なかなかやるじゃん。タックルしてマジフト部のやつを倒したぜ。ちょっと血の気が多いなこのツム。バシバシ、いてててて、ツムに頭突きされるために後頭部が床にぶつかる。お、おいツム、何をしているんだ。騒ぎを起こすな。とりあえず顔からツムを剥がさないと。ぐい、いだだだだだだ、か、髪が。おい、やめろ。こいつの髪ごとツムを引っ張るな。延々と頭突きするのを放っておけないだろ。くそ、意外と力が強いな。こうなったら、おいツム、そいつの頭から離れないとお前の上に大釜を落とすからな。バシバシ、
いいんだな、行くぞ。これさその瞬間にツムが避けたりしない？あ、やっぱりとどめ刺すななんかコンビネーションアタックみたいになってるけど、うげえ。あ、ツムが避けた。悪い、お前の頭に落とすつもりはなかったのにコントかよ、はっはっは。めっちゃおもろいね。ちょっと息がぴったりだったの。あー、笑った。やるじゃん、お前にのツム。笑い事じゃないだろ、さっきの騒動。寮長の耳に入らないといいけど。お前、ムカついてもあれくらいは我慢しろ。僕だってどうにかこうにか耐えてるんだぞ。我慢してくれよ。いや、面白いし別にいいんじゃね。あの程度の煽りで切れちゃうのもお前にそっくりじゃん。面白がるな。まったく、他人事だと思って。続く。いや、面白かったな。デュースにそっくりだったね。はい。じゃあ次はオルトツムとの交流いきましょう。いや、オルト君何するんだろう。本当にさ、ツムの研究100年進むかもよ。イデアの部屋。兄さん、兄さん、もう朝だよ。うー、朝ならまだ寝てていいでしょう。あと2時間だけ。頼むよ、オルト。セットアップしてから寝るって言ってた PC も作りかけで止まってるし。それは、切りのいいところまでゲームしてからと思ってたら、その、結局朝まで。まったくもう、しょうがないな。あ、ツム来た。ツム、どうしたの？スピーカーの前でぴょんぴょん跳ねて。オルトツムってどんな感じなんだろう。あ、もしかして音楽を流せってこと？わかった。兄さんを起こすのにぴったりなのは、崖も。これは拙者が好きなゲームのメインテーマ。疾走感のある曲調で一気に意識を覚醒させる。ちょ、効果てきめんすぎんか。あ、起きた。ツム、ナイスアイデアだったね。次は兄さんにお水を持って行ってあげて。ツム、かわいい。めっちゃめっちゃお世話すんじゃん、イデアの。はぁ、その体で器用なもんですな。片付けない。お前、介護されてるぞ。大丈夫か？うわぁ。しかし、こうやってまじまじ見てみると、思った以上にオルトとの共通点が多いね。うん。なんだか不思議。僕に似た生き物が落ちてくるなんて。なんかネットに落ちてないの？ツムについての情報。僕もいろいろ調べてみたけど、全く見つからないんだ。姿が生徒たちに似ている理由も期待なのか、それとも一種の修練進化なのか、もしくは単にそういう生き物なのか、そもそも僕たちの常識で考えるべきじゃないのかもね。僕は引き続きツムについて調査を進めるつもり。兄さんは何か予定ある？拙者はとりあえず作りかけの PC をセットアップまで終わらせますかな。わかった。ほら、ツム、兄さんの邪魔になっちゃうから、僕たちは談話室に行こう。ツム？もしかして、パソコンが気になる？すんすん。ちょっと、ツム待って、マザボに近づかないで。静電気が起きたら大変なことに。それは、繊細なパーツと繋がってるから、下手したら全部壊れちゃう。落ち着いて、兄さん。昨日の夜にした解析で、ツムの体表に静電気が発生していないことは確認済みだから、研究が進んでる。あ、ほんと？それはそれで珍しくね。足がアースの代わりに静電気を放出しているとか？僕にも理由はわからないんだ。体表の成分分析では、体を構成する物質を特定できなくて、ライナースキャンもなぜか弾かれちゃったんだ。後でもう一回挑戦してみるつもりだけど。え、何それ、さすがに謎生物すぎん。ま、静電気が起きないならこの部屋にいてもいいよ。
モフモフとは違うけど、オルトのミニバンみたいで可愛げがありますからな。ふふ、ありがとう兄さん。じゃあここで調査と解析を進めようかな。ツム、こっちおいで。このツムはめちゃくちゃいい子だな。オルトにそっくりだよ。うん、やっぱり体内スキャンは弾かれちゃう。センサーを調整してもう一回。ん？は何度も言ってるでしょ、ツム。僕の足に近づいたら姿勢制御に不具合が出て危ないってば。ふう、OS のセットアップ完了。オルト、何してるの？あ、兄さん。実はさっきからずっとツムが僕の足を気にしているみたいなんだ。足が気になるの？なんかあんのかな？僕の反重力飛行装置が気になってるみたい。でもどうして？ツムって飛んでるよね。でも手足をバタバタ動かして跳ねて、もしかしてツムも空を飛びたい？飛んでないのかな？あ、正解だったみたいよ。なるほど、それなら外付けの飛行装置を作ってみたら？外付けの小型のジェットパックみたいなものを体につければツムでも空を飛べそうだね。オルトツムバージョンアップ。姿勢制御アルゴリズムは僕に搭載されているものを流用できるし、設計図もアーカイブを検索すれば。うん、いけるかも。ツムは飛行装置欲しい？この兄弟によって魔改造されちまうか。喜んでるみたい。ねえ兄さん、制作を手伝ってもらえないかな。 OK、 オルトの頼みなら仕方ない。一丁気合い入れて作りますか。やった。じゃあまずはツムが飛ぶ上で最適な装置形状を計算するね。順調に改造が進んでます。続く。おお、オルトツムこんな感じなんだよ。まあ予想通りって感じかな。おいおい、次予想できないやつ来たぞ。リリアツム、リリアツムとの交流。じゃあ行きましょう。談話室。またしてもツムがこの学園に現れるとは。あ、しかし今回はディアソムニアの生徒に似たツムは出現していないのだろうか。あ、まだ知らないのかな。おそらくそうだろう。寮内では特に騒ぎになっていないし、出たという話も聞いては。あれ、聞いてない。あ、来たよ。驚かしてんの。なんだ、肩に何かが落ちてきた。貴様はツム。リリア様そっくりよ。クフフフフ。あ、この笑い声は。来た。イエーイ。セベクの度肝を抜く作戦、大成功じゃ。やっぱり意気投合してんな。やばいかけるやばいだったな、やっぱり。親父殿。モンボル寮の上空からツムたちが降ってきて以来、親父殿の姿が見えないと思っていましたが。なるほど、寮の外で親父殿二のツムと一緒におられたのですね。うむ、どうじゃこのツムは。わしみたいにビリビリキュートじゃろう。ほれツム、シルバーとセベクに挨拶は。それか、かわいい。親父殿が小さくなったようで不思議な気持ちですが、確かに可愛らしい。俺はシルバーという。よろしく、ツム。僕はセベクジグボルトだ。まあ別に覚えなくてもいい。それより一つ言っておくことがある。え、なんだ？一応リリア様ツムだよ。お前。いや、あなた様。ちょっとセベクがさ、扱いに困ってんな。これマレウスツムが出た時どうするんだろう。とにかくリリア様に迷惑をかけるんじゃな。いや、かけないでくださいね。やりづらそう。どうしたセベク、喋り方がなんか変じゃぞ。どうやら親父殿の姿をしたツムへの接し方に悩んでいるようですね。うるさいぞシルバー、
余計なこと言うな。自分に似た粒には遠慮なくビシビシ言っておったのに、面白いやつじゃのう。ん？親父殿、さっきまで肩の上にいた粒の姿が消えています。一体どこに？ああ、それなら。また？こいつワンパクすぎんか？貴様、いや、あなた様はまた。僕の頭で遊ぶのはやめろ。おやめください。なんかセビクめんどくせえ感じになってんな。ツムが楽しそうに跳ねている。セビクを驚かせられて喜んでいるのか？うむ。どうやらこのツムは人を驚かせるのが好きみたいでの。セビクのびっくりする反応を気に入ったようじゃ。さて、弟子二人にこやつを紹介したことだし、そろそろ他の生徒にもこのツムの愛らしさを見せつけてくるとしよう。さあ、行くぞツム。みんなに驚きをプレゼントしに。親父殿、あまり他の生徒を困らせては、うん？はしゃぎすぎやろ、お前。瞬きの間にお姿が消えた。さすがアリリア様だ。ちげえだろ、お前、そこじゃねえだろ。学園内で騒ぎなど起きなければいいが。うん。何を心配しているシルバー。まさかリリア様が問題を起こすとでも？ま、絶対にないとは言えないが。念のため、後で様子を見に行かないか。そうしよう。こいつどこで何すんだ？外廊下。ここがわしらの学び屋じゃ。ふふふ。今日も多くの生徒が賑わっておるの。どうじゃ？ここでなら思う存分に楽しめるのではないか？怒られるぞ、お前。そうか、そうか。嬉しいか。やはり寮を出たのは正しかったな。さーて、お主はどう出る？どうすんの？ほう。自動販売機の脇にいる生徒に目をつけたか。では、詰め。お主のお手並み、拝見させてもらうとしよう。これ一番いかん組み合わせやわ、これ。続く。くそ、面白えな。今3人やった ?1、2、3。あと何人だっけ ?1、2、3、4。あ、4人か。じゃあもう一人行きましょうか。ジェイドツメとの交流行きましょう。フロイド、前回ね、ツムに絡まれてたけど、ジェイドはどうなんだろう？あはは、すげえ似てるじゃん。こいつがジェイドの見つけたツム？ええ、そうです。昨日の夜、アズールと一緒に遭遇したんですよ。そういえばフロイド、寮の様子を確認してくれて助かりましたよ。別にいいよ。俺的にはがっかりだったけど。異常事態って言うから、てっきり誰かの部屋がぶっ壊れたりするかと思ったのに。何を期待してんだいつも。フロイドらしいですね。ではツムさん、そろそろ行きましょうか。うまくやってんな。こんな朝っぱらから山でも登りに行くわけ。学園内を散歩するだけですよ。施設の案内がてら、ツムさんと仲を深めておきたいと思いまして。彼には彼らが帰る時間までモッソロラウンジのお手伝いをしていただこうと考えているのですが、一緒に仕事をする相手とは仲良くなるに越したことはありませんからね。じゃあ俺はもう一眠りしようっと。フロイドって二度寝とかするんだな。それではツムさん、改めてよろしくお願いします。なんかさ、アズールはツムで何かしようとしてたけど、ジェイドはどうなんだろう。到着しました。ツムさん、いかがですか？ここキノコあるんじゃない？ふふ、気に入っていただけたようで何よりです。ツムさんは僕に似ているので、
僕と同様に山を思わせる情景に惹かれると考えていたんです。そしてぜひツムさんにはこれを見ていただきたいなと。なんだ？この植物園で僕が育てているキノコです。やっぱり来たか、キノコ。どうですか、この見事な大きさ、傘の形、とても美味しそうでしょ。ここまで大きく綺麗に育てるには苦労しましたよ。原木の剪定、虫対策、温度調整などなど。そうだ、ツムさんもう一本食べてみませんか。お近づきの印として簡単な調理も僕が。なんか分かり合える仲間を手に入れてめちゃくちゃ喜んでるな、こいつ。ズム。はあ？なんだなんだ、ツムさん何をしているんです。こいつキノコ食えるんか。せっかくここまで育ったのに潰れてしまったじゃないですか。ああかわいそうに。うるせえな、人が寝てるときに。これはレオナーキングスカラじゃない。おや、今の声は。ああなんだ、アズールの取り巻きじゃねえか。取り巻き1か。ブツブツとうるせえもんだからどこぞの赤星インコでも迷い込んだのかと思ったぜ。レオナさんもいらしたんですね。お騒がせして失礼しました。この絡みよな。それにしてもどうして植物園の片隅に。普段はもっと日当たりのいい場所にいらっしゃるかと。寮の奴らが俺を探しているんだが、めんどくせえことに巻き込まれたくねえからな。なるほど、それでいつもと違う場所に。そういうことだ。時間つぶしがてら俺は寝る。そこのアルマジロを連れてとっとと消えろ。アルマジロとツムさんのことですか。確かに似ていなくもありませんが。ともかくご安心ください。僕たちはレオナさんの邪魔をする気はありませんから。ね、ツムさん。ああおやおや、ツムさん。レオナさんの肩によじ登って。あなたは本当に気が利く方ですね。気が利くってどういうこと？おい、何してる？俺は消えろと言ったはずだが。ええ、承知しております。ツムさんのマッサージが一段落したらすぐにこの場を去りますよ。ぐぐ何これ、本当マッサージ？マッサージだと？ええ、この後お休みになるとのことなので良質な睡眠を取れるように。ちっ、さっきみたいに騒ぐなよ。受け入れた。ご心配なく、ツムさんは分別のある方ですから。それに凝りを的確にほぐすその技術、ツムとは思えない手際の良さでオクタビネルでも評判なんですよ。本当か？まだ評判になってないんじゃない？おやすみなさい、レオナさん。朝、寝ちゃったの？レオナさんに布までかけてあげて、本当に特徴というか、しっかりしていますね。マジで寝かしつけた。もしかしてそれは園芸用の保護シートですか？掛け布団にするのはどうかと思いますが。お前めちゃくちゃちょっとやばいぞそれは。いえ、それよりあのレオナさんに対してとも躊躇なく踏み込んでいくとは、そう簡単にできることではありません。愛嬌のあるフォルムが警戒心の緩和に役立っているのでしょうか。ツムさん、なかなかに恐ろしい人、いや、生き物ですね。ジェイドツム恐ろしい。怖いもの知らずか、こいつ。続く。はい、ジェイドツムめっちゃおもろかったです。いや、ツムとの交流、4人見てきましたね。みんなやっぱ個性があっていいな。てか、なんか結構穏やかなさ、時間が流れてて、なんかニコニコしながら読んじゃいました。今回これぐらいにしておきたいと思います。次回からはルークですね。こっからまた見ていきたいと思います。ルークか。やばそうだな。
お前何すんだ、またレオナに絡みに行ったりとかしてくれたらね、僕ちょっと大喜びしちゃうんですけど、どうなっていくんでしょう。では今回これで終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価、コメントなどお待ちしてますので、よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。